PDP-1 PDP-1 は DC 社の PDP シリーズの最初のコンピュータであり、1959年から開発が始まり、1960年に出荷を開始した。MIT や BBN など至るところでハッカー文化を生み出した重要なコンピュータである。世界初のコンピュータゲームと言われるスペース O が動作したことでも知られている。 ワード長は18ビットで、標準式揮翼装置は 4K ワード、9K バイト相当だが、PDP-1 は1バイトを6ビットとしていたの、容量で最大 64K ワード、144K バイトまで拡張可能である。次期コアメモリのサイクルタイムは5マイクロ秒。最近のクロック速度に換算すると、1200KHz でメモリアクセスを2回命令。 フェッチとデータフェッチを行う、大部分の算術演算は10マイクロかかった、1秒間に10万回。符号付きの数は1の歩数で表していた。PDP-1 の大部分は、d e c 線、シリーズシステムビルディングブロックス、回路モジュール製品で構成され、それには、マイクロアロイ型か、マイクロアロイ拡散系トランジスタが使われていた。スイッチング速度は 5MHz である。 システムビルディングブロックスを19インチラック数本にパッケージしていた。それらのラックを一つの大きなフレーム、メインフレームでパッケージしており、フレームの一端のテーブルぐらいの高さに六角形の制御パネルがあって、スイッチとランプが並んでいる。制御パネルの上には、標準入出力である紙テープリーダー、ライタがある。PDP-1 の設計は、MIT リンカーン研究所で、 設計開発された TX-0 に基づいている。PDP-1 を購入した最初の顧客は当時コンサートホールの音響設計を多数受託していたボルト、ベレネクニューマンであり、1960年11月に納入され、翌年4月に正式に研修された。MIT の PDP-1 は DEC が1962年に寄付したもので、 リンカーン研究所から対応されていた TX-0 の隣部屋に置かれた。そのような状態で MIT では PDP-1 が TX-0 の人気を奪い、ハッカー文化を生み出し、コンピュータにおける様々な世界発を生み出す基盤となった。最もよく知られているのは世界発のコンピュータゲームの一つとされるスペースウォーだが、他にも 世界初のテキストエディタワードプロセッサー、対話型デバッカー、コンピュータチェスプログラム、初期のコンピュータ音楽などを生み出している。PDP-1 は基本構成で12万ドルで販売された。BNN に続き、ローレンス・リバモア国立研究所とカナダ原子力公社に納入。最終的に53台の PDP-1 が1969年までに販売された。 1970年頃まで使われ、いくつかは現存している、現状の不思算症。記憶媒体としては、3穴紙テープが使われた。ソートや並べ替えが簡単なパンチカードとは異なり、紙テープは編集することが困難である。そのため、やてこといったテキスト編集プログラムが開発されることとなった。装備していたプリンタは、 IBM の電気タイプライター機構を使用しており、80年代、風に言えば、レター、クオリティープリンティング、ビジネスレターを打つタイプライター並みの印字品質を実現していた。そのため、世界初のワードプロセッサと呼ばれるが発送されることにつながったのである。コンソールタイプライターは、ソロバニエンジニアリングという会社の製品である。 IBM のモデル B タイプライターの機構に改造を加え、キーを押したことを検知するスイッチとタイプバー、文字を打し品を駆動するそれの色を加えたものであった。大文字と小文字の区別は、タイプバスケット、タイプバーの並んだ部分全体を上げ下げして、印字を上げ下げすることで実現していた。インクリボンは赤と黒の2色のものが装備されていて、どちらの色で印字するかを選択できるようになっていた。 一般にユーザーの入力とコンピュータの応答を区別するのに色を使用するようプログラムが組まれていた。ソロ版の機構は信頼性に乏しく大文字、小文字の切り替えや色の切り替え時に故障に陥り安かった。オフラインのプリンターは社製で PDP-1 で使われていた怪獣 d c 文字コードを扱えるように専用に開発されたものである。コンソールタイプライターのように 同じ IBM の電気タイプライターの機構をベースにしている。しかし、フレクサーイーターは非常に信頼性が高く、長時間誰も見ていない状態で印字させておいても大丈夫であった。フレクサーイーターには電気機械式の紙テープ3穴装置と読み取り装置が付属していて、タイプライター部と同時に使用することができた。印字速度は1秒間に約10文字である。 PDP-1 を使った典型的な処理手順は、テキスト出力を PDP-1 の高速、毎秒60文字3穴装置で紙テープに出力し、それをフレクサーイターに持っていってオフラインで印字するというものであった。後年、装置が一部の PDP-1 システムに追加され、データやプログラムのバックアップが容易になり、初期のタイムシェアリングも可能となった。 タイムシェアリングは、プログラムやデータを、コアメモリから二次記憶装置に、自動的に対避させ、コアメモリに、再び自動的にロードする必要があった、スワッピング。その用途では、紙テープより、磁気テープが、信頼性の面でも耐久性の面でも性能面でも、格段に優れていた。初期のハードディスクドライブは高価で信頼性が低かった。そのため装備したとしても、 高級的なファイルストレージとしてよりもスワッピングの高速化に使われることが多かった。タイプ30プリシジョン CRT ディスプレイは1024、1024 10のアドレス指定可能な位置を持ち、毎秒2万点を描画できる。CRT 上に一点を表示するための特殊な命令を使って画像を構築した。画面は毎秒何回もリフレッシュされる。 描画可能な領域は9.25インチ四方である。ライトペンを使ってディスプレイ上の1点を指示することができる。オプションでキャラクタージェネレーターや直線、曲線を描画するハードウェアがあった。MIT のハッカーたちは PDP-1 を4和音の音楽演奏に使用した。これには特殊なハードウェア、すなわちプロセッサーが直接制御する4個のフリップフロップが使われた。 単純な RC フィルタでフィルタングされる。これを駆動する仕組みとしては、のというソフトウェアが使われた。これは、バロック音楽向きに調整された洗練されたプログラムである。数時間かけて、バッハの風が、モーツァルトのアイネクライネナハトムジーク、クリスマスキャロル、その他ポピュラーソングなどが演奏された。現存が確認されている、PD、p d p は3台しかなく、 いずれもコンピュータ歴史博物館が収蔵している。一つは MIT で使われていたプロトタイプで、他の二台は製品版の PDP-1C である。製品版の一つはシリアル番号が55で、最後に製造された PDP-1 である。動作できる、要修理、復元されて展示されており、毎月2回土曜日に実演が行われている。この復元の様子は、 コンピュータ歴史博物館のウェブページで紹介されている外部リンク参照。実演では以下のことが行われている。もう一台はシリアル番号44で1988年にウィチタのナヤで発見された。その周辺にあった多数の航空会社の一つが所有していたものと見られている。コンピュータ歴史博物館にて1984年に TX-0 関係者が集まった。その席で、ゴードンベルは DEC の製品が TX-0 の後継機である TX-2 に基づいて開発されたと述べた。同じ会合では、ベンガーリーによる PDP-1 の設計は TX-0 に影響されていると述べた。2006年5月、PDP-1 復元を祝うイベントで、アラン・ゴトックは、 彼のマッキントッシュパワーブック G4 は PDP-1 の10万倍も高速で、メモリ容量も10万倍、二次記憶装置の容量も50万倍で、大きさは2000分の1、コストは100分の1になっていると述べた。PDP-1 のシミュレーションとして、とがある。ソフトウェアの紙テープ上のイメージは BITSAVERS.org にある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。